はい、どうもこんにちは、キッチンです。今日はですね、よくあるサバの味噌煮とか水煮缶あると思うんですけども、今日はこちらのサバのオリーブオイル漬けの缶詰、こちらを使ってゆずサバのポテトサラダ、こちらを作っていきたいと思います。ですが、その前にチャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。それでは材料の紹介をまずはしていきたいと思います。まずは先ほど冒頭でも言ったんですけれども、こちらのサバのオリーブオイル漬けですね、のガーリック風味の缶詰です。それからケッパーとポテサラなので、ジャガイモ、玉ねぎ、パセリと、こちら柚子ですね、で塩、胡椒とマヨネーズ、それからオリーブオイルと白ワインビネガー、以上の材料を使って今日は柚子サバのポテトサラダ、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはジャガイモ、こちらは水洗いしていただいて、そしたら鍋に水を張っていただいて火にかけていきます。そしたらここに塩少々加えていただいて、お湯を沸かしていきます。はい、お湯が沸いたら火を弱めていただいて、じゃがいもを入れていきます。で、じゃがいも茹でるときはあまりグツグツさせると煮崩れを起こしてしまうので、ふつふつと沸いているような状態ですね、を保ちながら串がスッと通るぐらいまで茹でていきたいと思います。はい、芋を茹でている間に玉ねぎは皮を剥いていただいて、皮を剥いたら玉ねぎは今日はみじん切りにしていきます。はい、みじん切りにできたらボウルなどに入れていただいて、水にさらして辛みを抜いていきたいと思います。ある程度茹でられたら串を刺して確認していただいて、こうスッと通るようでしたら茹で上がっているので芋を引き上げていきます。で、この芋によって大きさも様々あると思うので、その都度確認していただいて、茹で上がったものから引き上げていくようにしていってください。はい、それで茹で上がったものから熱いうちに皮を剥いていきます。熱いうちに皮を剥かないと非常に皮が剥きにくくなってしまうので、なるべく熱いうちに剥くようにしていってください。今回こうやってピンセット芋に刺して剥いてるんですけども、もしない方は濡れ布巾などで手で持つようにしていただいて剥いていただけるといいかなって思います。こういった感じに芋の皮きれいに剥いていただいて、はい、芋の皮が剥けたらボウルなどに移していただいて、フォークとか、あとはマッシャーですね、があればマッシャーを使って芋をちょっと粗めでいいので潰していきます。こう芋の感じを少し残したいので、細かくしすぎないように潰していただいて、芋が潰せたらこれもまた熱いうちにおつまみの塩を振って、それから白ワインビネガー加えていただいて、芋に味をつけていきます。塩とビネガーを芋全体になじませていただいて、そしたらこの状態で粗熱を取っていきます。はい、で今度は芋の粗熱を取っている間に、こちらですね、サバのオリーブオイル漬け缶、こちらを開けていただいて、でこちらは骨がどうしてもこうくっついたままになっているので、骨は外していきます。骨入れちゃうとすごい食べづらいポテサラになってしまうので、これがちょっと手間かもしれないんですけど、ここでしっかりと骨は取っていくようにしてください。芋の粗熱がある程度取れてきたら、水気を切った玉ねぎ、こちらをさらにペーパーなどで水気を切っていただいて、この芋の中に加えていきます。はい、玉ねぎを加えたらそこにケッパーですね、加えていただいて、それからマヨネーズ、それと黒胡椒加えたら一度混ぜて、マヨネーズを芋全体になじませていきます。ある程度混ざったらここにサバのオリーブオイル缶、こちらを加えていただいて、加えたらしっかりと混ぜていただいて、でこのオリーブオイル缶のこのオイル、こちらは捨てずに取っておいて、こう濃度調節だったり味を整えるのに使っていくようにしてください。でそれと少量のオリーブオイル加えて、でここに柚子の皮ですね、削って加えていただいて、で最後に柚子の果汁ですね、
加えていただいて、混ぜていただいて、サバと柚子の皮、柚子果汁が全体によく馴染んだら完成ですね。味見をしていただいて、足りないようでしたらここで塩を加えて味を整えていくようにしてください。はい、味が整えられたらお皿に盛り付けていきたいと思います。ポテサラなので今日はちょっとこう豪快に盛っていただいて、仕上げに黒胡椒とさらに少量のオリーブオイル、パセリですね。ほんのちょっとでいいので仕上げに柚子の皮を上からさらに削ってかけていただいたら完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。今日はもうこのサバのオリーブオイル漬けのガーリック風味ってやつですね、ガーリック味を使っているので、ベースはもうかなり決まっているかなと思います。なので本当に芋を茹でて合わせていくだけですね。めちゃくちゃお手軽なおつまみですね。ではいただきます。めちゃめちゃ美味しい。食べた瞬間に鼻から抜ける柚子の香りとか、サバ臭さがすごく抑えられていて、ポテサラにした時とかも際立たなくてすごく美味しいですね。そういった白ワインなんかと非常に相性がいいですね。ワインと相性が本当に良すぎて、めちゃくちゃ美味しくておすすめです。